はいはい、オッケー、やりてえことは分かった。辛いよな。で、レーザーで表面が溶けてるのってどんな気分なんだ？知るか、なんか痒いよ。あと遅い。おお、誤解しないでほしいんだけど、僕はこんなこと1ミリもしてほしくないんだよ。けど、ちょっと非日常。はあ、かっこいいから近くで見るか。どこですか、アストロボール。なぜ帰ってこないの？一刻も早く離れなきゃ。これはエネルギーを特定。これはサーの宇宙船、そしてアストロボール。彼は船の中にいるわ。なんでそんなこと？私の許可なく行かせないわ。ボール大佐、俺のレーザーはどんな感じだい？そろそろ終わりが見えてきました。あと一押しといったところです。すげえな。みんな大興奮だろうな。けど気は抜くなよ。これが止まったら笑えねえだろ。いや大丈夫ですよ。アストロボールは結果を出す男だ。約束します。あ、いや、あのロボット、ごめん、何言ってるか全然わかんない。今、にゃーと言った。前ニュース見たとき活動中だったのはキュリオシティとパーサビアランスだけだったのに、みんな動いてる？ロボットは自己治癒が可能です。知らないかもしれませんが、人間だって勝手に治るよ。でしたね。待てよ。了解、ここから出ていきたいのでしょう。それは私も同じです。ならば計画を話しましょう。ここからの。はあ、どんな計画？これから船を出てレーダーまで進んでもらいます。警備たちはあなたを攻撃してこないはず。私の考えが正しければ。ちょっと待った、正しければ？僕があのロボットに攻撃される可能性があるってこと？大体 20%。20% の確率で死ぬけどやれって？惑星の命がかかっているんですよ。ご本、レーザーについたらコンピューターを経由してアンテナをオフ。そうすればロボットの制御は止まり、人工衛星を破壊できる。質問は？お前を信じていいんだな。私たちの目的は一致している。それ以上何か必要ですか？よし、やろう。ここを開けると空気がなくなる。だから手動で。任せた。大丈夫だよ、ただの仕事熱心なイケメンの宇宙飛行士だからね。待て、僕に何か用でも？ロボット、ここは制限宇宙区域です。お戻りください。僕はこのプロジェクトの責任者だぞ。権利があるだろう。しかしこれは安全のための措置です。ついてきてください。待って、0を1で割ると何？0。ああ、ちょ待って、逆だった。1を0で割ったら？やめやめ、計算システムのアップデートが必要な時期。さあ、どこ触ればいいかわかんないよ。勝手に変なところを触らないでください。ロケットの操縦とは違う。ああ、分かってるよ。これが宇宙レーザーの操縦だって。アストロボール、コンピューター取り込み中なんだ。ちょっとほっといてくれ。不正なロボットに協力中、あなたの敵ですよ。じゃあ今は君が敵だ。僕をこの惑星に閉じ込めて火星もぶっ壊してほしいってことか？私はプログラミングに逆らえませんが、あなたも助けたい。レーザーを破壊したら本部はあなたを火星に送り返す。二度と火星からは出られません。
でもダメだ。止まった。やった。よしさ、こっちに来てこのレーザーを止めてくれ。ここでちょっとしたサプライズ。だ、こんなの計画になかったぞ。もちろんです。私たちの目的はレーザーの破壊ですから。私たちが手を組むことはもう二度とありません。これから私たちの邪魔はしないでください。正直者はバカを見る。誰のこと言ってんだ。よくもまあおめおめと顔出せたな、アストロボール。けどそのレーザーを止めたのも僕だよ。いや、ごめんね、僕身勝手だった。わかったよ。だから、よ、次は健全にテラフォーミングする方法を考えようぜ。あと、僕にもっと優しくしろって人間に言って。わかったよ。けど、もし僕が本部に殺されなかったらの話ね。人間って大変だな。大佐、これはですね。君は喋るな、アストロボール君。君の任務は火星のテラフォーミングだ。それがアメリカとの約束だからな。結果残ったのはゴミになったレーザーとゴミになった星獣オークドルだ。なぜこんなことになった。大佐、問題は。いや、いい、コンピューターに喋らせろ。お前と違って嘘をつかないからな。なぜか教えろ。サーがレーザーを破壊しロボットを統率しました。あのバカロボットか。とにかく君は許可が出るまでそのまま火星に残るんだ。いいな大佐。僕はやる意味はありました。どうなんだろう。けど惑星の表面を溶かすっていうのは僕はしっくりこなかったな。結果はどうあれ、あの選択があなたと人類の未来を決めた。生き残るために地球を離れて別の星に住むなんてやっぱり間違ってるんだ。本当にそうなの。人類が惑星をテラフォーミングし続けたところで今ある問題に目を背けてるだけだ。そんなこと続けるならサーの方が正しいかもな。テラフォーミングマーズ、最後まで見てくれてありがとう。じゃあね。